ちに分かり合うことができ、力を合わせてこの地球を守ってくれたんだよね。そしてみんな、アブルはガイアに光を与えて、与えました、みんな知ってる。そしてね、アブルは地球を守りたい、人々を救いたい、その思いから V2 にバージョンアップをすることができたんだよね。そしてウルトラ戦士といったら、かっこいい必殺光線があります。みんな早速ね、アブルに必殺光線見せてもらいましょう。アブル、お願いします。ウルトラマンアブルの必殺光線は、アブルと一緒に戦っていましたよ。そしてガイアはアブルに光をもらって V2 にバージョンアップをすることができました。その印が胸の黒い V のラインです。みんな V2 しっかり覚えてくださいね。それでは早速ガイアにもかっこいい必殺光線見せてもらいましょうね。ガイア、お願いします。ウルトラマンガイアの必殺光線は、してください。あの2本の角、あれはね、ウルトラホーンといって、ウルトラ挑戦士である証なんだよ。みんな知ってたかな。知らなかったお友達、しっかり覚えてくださいね。さあ、そしてもちろんタロウにもかっこいい必殺光線がありますよ。知ってるお友達もいっぱいいるんじゃないかな。知ってる。そうそうそう、ストリウム光線っていうのよね。それじゃあね、早速タロウに見せてもらいたいと思います。タロウ、お願いします。ウルトラマンタロウの必殺光線は、ストリウム光線。はい、バッチリ決まりました。みんなもできる。左手をグー、右手をパーにして、そうそう、上に乗せるポーズ。